ジャスキサバリエレアのおいちゃんです。こんにちは。今日はピアノトリオをご紹介したいと思います。今日のレコードはこちらになります。はい、2人のピアニストがジャケットに写ってます。それでこの2人のピアニストのコンピレーションになるんですね。ですけどもオリジナルといえばオリジナルです。それぞれ、シングルレコードであるのを集めた、コンピレーションになります。片面がこちらのハンプホーズ、ハンプトンホーズのことですね。ハンプトンホーズ、もう片面がフレディレイということになります。それでそれはタイトルにあるんですけども、ピアノイースト、ピアノウエストですね。後ろにもピアノイースト、ウエストとありますように、イースト、つまり東海岸のピアニスト、それから西海岸のピアニストということで、アルバムタイトルもう明らかにコンピレーション的なアルバムタイトルになってますね。フレディ・レッドが東の人です。そしてハンプトン・ホーズが西の人です。ハンプトン・ホーズはアート・ペッパーとか、まあその他いろんな西海岸の代表するミュージシャンとセッションしてます。ですので知名度抜群なんですけども、フレディ・レッドは何と言いますか、それほどの知名度が一般的にはですねないですね。ですけどもどちらが長生きしたかというと、フレディ・レッドが長生きしてます。2、3年前に92歳ぐらいですかね、亡くなりました。新聞にも載ってました。ハンプトン・ホーズはそれより前に亡くなってるんですけれども、レコードの枚数からするとハンプトン・ホーズの方がはるかに多いんですね。フレディ・レッドはどうなんでしょうか。私は大好きなピアニストの一人なんですが、そんなにこのリリースしているですね、オフィシャル的にレコードはないんですね。ですけれども、ハンプトン・ホーズも個性的ではあると思うんですが、フレディ・レッドは、非常に自分のスタイルを持っている。ですけども、一般の目からすると不遇であったのかなと思うんですけれども、ですけども優れたピアニストです。という前置きからすると、今日ご紹介するのはどちらにしようかなと思ったんですが、今の、前置きからするとこちらを紹介するんだなと思いですよね。そうなんです。今日は、フレディ・レッド、ハンプトン・ホーズはいくらでも紹介するレコードがあります。今までも私ハンプトン・ホーズのレコードをかなり多く紹介しています。比べてフレディ・レッドはレコードがそれほどないので、限られてくるんですね。という意味でもこのレコードは非常に貴重です。シングルを集めた、それでこの1枚 LP にしたというコンピレーションアルバムなんですけども、まあ、オリジナルですね、いわゆるこれは。はい、それでですね、今日はフレディ・レッドのトリオの方で、ハンプトン・ホーズの方はですね、カルテットになってるんですね。ピアノトリオにビブラフォンが入ってるんです。そのビブラフォンがなんとドラムスのラリー・バンカー、ラリー・バンカーといえば、いろんな人とセッションしてますよね。西海岸に行くと代表の的なドラム奏者なんで、はい、フレディ・レッドはトリオになってます。それで今日はですね、この中から、The Things We Did Last Summer という、放題でいくと過ぎし夏の思い出とかですね、まあ、去年の夏ですね、去年の夏
The Things We Did Last Summer なんですが、これをお届けしたいと思うんです。まあ、バラードなんですね、ジュール・スタイン、それからサミー・カーンという、まあ、ジョイントコンポーザーというかが作った、いい曲です。その曲を聴くとですね、フレディ・レッドはそのプレイがですね、風景が見えてくるんですね、情景が見えてくるんです。そういったフレーズを弾く人なんですね。以前も、紹介したの中でいくと、これがまあ一番有名かと思うんですが、ブルーノートの、麻薬劇のザ・コネクション、これも非常に情景が見えてくるレコードでしたね。それからサンフランシスコスーツ、サンフランシスコ組曲というのがあるんですが、これもそのサンフランシスコが浮かんでくるんですね。それで一番浮かんでくるのが、これも紹介しました、パリ・アンダースカイズ、ヨーロッパで録音したものなんですが、本当にパリの風景がですね浮かんでくる、そんなレコードです。彼は自分の曲もいっぱい作ってるので、その曲も情景が浮かんでくる曲が多いんですね。けれども今日は人の曲を弾いている、この歌 Think of it last summer、 これも去年の夏の情景がですね浮かんでくるんですね。そういった弾き方を彼はします。はい、スタイルとかですね関係ないですね。誰に影響を受けたか、バド・パウエルに影響を受けたとかですね、そういったこととかはどうでもよくなる、そんなインディペンダントな自分のスタイル、フレディ・レッド大好きです。ではフレディ・レッドが弾く The Things We Did Last Summer お聴きください。ジャズライオン。